皆さんこんにちは。本日も受注ありがとうございます。クエストです。プロスピエスやっていきたいと思います。というわけでですね、今回なんですけれども、まさたかをお迎えに行きたいと思います。はい、というわけで今回からね、ワールドスターで登場することになりました吉田正尚選手なんですけれども、しばらくねワールドスター期間空いたんですけど、まあ今回追加されたので、この吉田選手は絶対に獲得しないといけないので、狙いに行きたいと思います。でこれ多分2022の私立の時の能力かなと思うんですが、ミート84、パワー81ということで、ここが3差になってるので、まあミスフル案件は回避という形になりましたね。で守備はちょっと特殊して、やっとこさ、レフト C というような形で、まあ3捨てもそんなに高くないんでね、正直まあ、守備面考えると DH に置くのがベターかなと思うんですが、特殊能力もね、あの今所持してるセレクションの吉田選手がアベレージヒッターを持ってるんですよね。ってことを考えるとセレクションの方が強いかなと思うんですが、まあちょっとね継承になるかどうかっていうところなんですけど、まあちょっと相当まだ迷ってます。というわけで今回はね、こちらの10連ワールドスターセレクションの方を回していきたいと思います。相方が千賀投手ということで、ここはちょっと予想外な部分があったんですけれども、まあこのね3回目で S ランク選手1人確定で、6回目でワールドスター選手どちらか来てくれるといったような内容になっております。で7回目以降は S ランク出たらワールドスター確率 50% ということで、まあ 25% かな、 S ランク出たらそれで吉田選手という形になってるんですけれども、久々にワールドスター引くことになってるんでね、相当ドキドキしております。今確認しに行ったらね、 A ランクの吉田正尚選手がね、13枚ストックがあるという状態なんですけど、さすがにちょっとそれで2体持ち難しいなと思いながら、ひとまずここでね A ランクの吉田選手も狙っていきながら引いていきたいと思います。ではまず10連目ですね、お願いします。よいしょ。あのツイッターとか見てるとね、すごい勢いでこう吉田正尚選手を引いてるツイートが流れてきたりとかして、もうちょっとねみんな引き良すぎんって思ってしまってるんですけど、はい、ない。ちょっと自分のとこにもねそんな服が来てくれるといいんですけど、まあ、10連目は特に演出なしということで、ちょっとでも A ランク引いて正尚を獲得していきたいとこなんですが、一切もらえこず。ここはこれは嬉しい。では20連目引いていきたいと思います。お願いします。ほんとね正尚はねリーグ的に考えても絶対に必要な選手なんで、まあちょっとね獲得は必須と思ってるんですけれども、まあ、この60連で出なかった時ですよね。もう今怖いもん、すんげえ怖いもん。この、ね、ちょっとでもいいから、ちょっとでも匂いだけでもいいから嗅がして、 S ランク正尚引いたかもっていう匂いだけでもいいから嗅がしてほしいんですけど、これはちょっとやばっそやな。というわけで30連目ですね、ここでまあ S ランク選手1人は確定しているので、まあ 30% の半分 15% ですか。で正尚と 15% だよ。いや頑張ろう、引ける引ける。それじゃあ30連目お願いします。よいしょ。いやショート動画でも上げたんですけどね、自チームの S の引きは悪くないから、うん、契約書でも引けてるから。よいしょ、バキらない。パパ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 ノーパパラッチ、ノーパパラッチ。いやこれ千賀投手の方引いてたらちょっともういやーってなるな。平野の A は嬉しいけど、さあここで S ランク正尚、ここで来てちょうだい。かー来ないよね、そううまくはいかんよね。さあもう運命を決めると言ってもいいでしょう。残りの30連駆け抜けていきたいと思います。40連目お願いします。いや、野良S1体ぐらい来てくれてもよくない？さっきからこの辺の演出渋いで？
ない。ない。ない。じゃあ、ヒロの首や。死者つけてーなーっていう。平野の叫びですかね。うん、まあ A はよう来るようになったけど、うん、ね、これ被る方がよっぽど確率薄いで。はい、50連目お願いします。いや、演出がさ、演出がね、お前思い出すことなんもないやろ。何を目つぶっとるんだね、君は。はあ。マジか。坂倉選手は極意症要因かな。はい、もう、タン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 。タン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 2ターンですよ。ああ、行くか。というわけで、運命の60連目となっております。はい。ここは、もう行くしかないですよね。はい、60年目正隆お迎えしたいです。お願いします。ほんまに演出なんもこんねえ。指名候補挑戦。だからもう目つぶんな、お前。開けとけ目。まっすぐ前だけ見よけ。うわ、きっつそう、マジでやばそう。うわ、やばそう、マジマジやばくない、やばくない。あ、やばそう。これはマジでやばそう。いやー、いつ以来やろ、ドラフトに手出すの。はい、というわけで、ワールドスターの選手どちらか、正隆、正隆、二部一正隆、来い。かつてドラフトを追いかけてまで獲得した千賀投手じゃない方をドラフトで狙いに行きたいと思います。よろしくお願いします。